はいどうも皆さん、キャッシーと申します。本日は海外のフリーホラーゲーム、ミートグリンダーを遊んでいきたいと思います。こちらはですね、豚のスーツを着た狂人に捕まった主人公がそこからの脱出を目指すという内容のホラーゲームになっているようです。ちょっと豚のスーツってよくわかんないんですけど、何のことを言ってるのかさっぱりわかんないんですけども、とりあえずやっていきましょう。ちなみにその狂人は5年間捕まっていない殺人鬼だそうです。ということで始まりました。ここは実質なのかな？まだ捕まってないっていうこと？あ、始まった。で、これでフラッシュライト。で、PC、とりあえず切ったけど、あとは、ジャケット。ドキュメンツ。はいはいはい。PC の電源今切ったから、あ、それかな？ジャケットを取って、脱出かな？脱出じゃねえな。帰れってことだね。ドキュメンツだから、どっかにテキストがあるのかな？ドキュメン、誰かいんな。これ会社なのか。自分の家にいるんだと思ったけど、オフィスだね。すいません、お先帰ります。さっき私が見てた画面と一緒な気がしますけど。うん、なんか話しかけたのに、こっち振り向いてくんないな。しかもずっと同じ画面見て。仕事しろ？で、あとドキュメント。ドキュメントはどこにあるんだ？これかな？これっぽいね。あとは出てくだけでいいのかな？ちなみに、ダッシュとかはないっぽいね。しゃがむとかもない。ここはないかな？出口どこだ？あっちか。なんか明かりが透けて見えるね。ここから出ればいいのかな？はい、じゃあ帰ります。お先失礼します。っていうことは、これ、やっぱり捕まる前なんだね。多分、ここで捕まるんじゃないかな？その豚のスーツとやらを着た人、ん？あ、自分の車じゃない。すいません。え、じゃあなんで置いてあんの？これ、歩いて帰んの？このまま行っていいのかな？あ、そこにも車あんな。そこの車行く？これこれ。これが俺の車かな？あ、そうだ。よーし。じゃあ帰りましょう。なんか、すごい暗いから、定時帰りってわけではなさそうだね。なんでなんで、あれスーツなのか。普通に豚がコンボを振り回したようにしか見えなかったけど。とりあえず、フラッシュライトね。あ、今度走れるようになった。はい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 。あ、後ろにも走れます。で、こっから出る。あとなんかピチャピチャいってんな。これは？なんか3人の人間を殺したみたいなこと書いてあんね。オッケー。Welcome to Pig House。あ、開かない。ということは、どっかに鍵があんのか？いや、普通に考えてあるわ。なんでだよ。おかしいだろ。どこでピチャピチャ言ってんの？うん、そうだね。何の音だろう。食事中？なんかあんのかな、こういうとこに。あれ？音が止まった。こん中かな？いや、開かないわ。
こっから見えるな。あ、本当に豚のスーツだ。着ぐるみだね。え？ああ、襲ってきてんのこれ。ああ、逃げよう逃げよう。あ、開かない！待て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 。行った！速攻でやられた。今のどこに行けばよかったんだ？ちょっと待ってくれ。でもそこ以外開いてないよな。あ、レバーがあるわ。なるほどね。ここのレバーをガッチャンコすんのね。オッケーオッケー、逃げましょう。ただよく見たいな。あれ、来なくね？あ、来た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 。いや、おっせえな。バック走してる俺より遅くね？こっち？オッケー。これボタン押せばいいのかな？ポチッと。今だいぶ際まで来てたけど、なんかこうパーンって挟めないのかな。でセカンドフロア、日本でいうところのあれかな、3階になるのかな。これは、え、これあれかな、さっきの豚野郎潰せんのかな。なんか変な感じに血があるけど、ん？なんだこれ、左右にスイッチがあんのかな。こっちにもある。どういう部屋なの。部屋じゃないな、風呂。え、何？え、人形？どういうこと？どういう意図があってこれ作ったの？うん、まあまあまあ、舌ついてないからよかったわ。消火器取れない。これ何これ？まあ、いっか。OK。これ何これ？まあいいや。あ、ちょっと待って。持てないよね、別に。持つとかはできない。できないね。何のスイッチ押したんだ、俺。まあ、とりあえず、スイッチを押して、ああ、出口。これは？あ、押せない。ああ、全部のスイッチを押すことによって、電源が入るみたいな感じなのかな？これは？ナイフだ。あ、でも取れないわ。ああ、見えてんね。ええー。あ、ちょっとこんもりしてんね。よく見ると若干こんもりしてるように見えなくもない。何の意味があるのこれ。これでレバーをやれば動くのかな。動いたわ。あれ、レバーがある。これ動かない。でこっちは何もない。とりあえず進めばいいのかな。さっきのあの天井のトゲは何の意味があったんだ。使わないままこっち来ちゃったけど。長っ。これは？え？あー、これ壊すのか。あー、なるほどなるほど。これをあの針で壊して、多分中から鍵が出てくるとかそんな感じなのかな。ここかな？下ろせるこれ。あ、オッケーオッケー。で、これをやると、破壊して、鍵あったね。じゃあ行こうか。え？あー、来たわ。あー、どうしよっかな。なんか、これ閉じれない？閉じれないか。あのトゲでさ、あいつ殺せねえかな。おっそ！ははは。だからバック走の俺に追いつけないのはどうなのよ。それとも主人公がバック走早いのかな。新龍寺長の一級かなんか主人公。ちょっと待って、一回マジでさ、これ、あー無理か。さすがに横を抜けていくってのは無理だったわ。あの横を抜けてさ、あのトゲで潰してやれないかなって思ったんだけど無理だったわ。来ましたよ。遅いんだよな。
絶妙に遅い。まあ行こう。だって今待ってたからさ、やっとここ視界に入るレベルになってるけどさ、待ってなかったらこれ絶対追いつけないよな。まあでもあんな肉襦袢つけてたらそりゃ無理だわな。よし行きましょう。これ外か。終わったんだけど。そしてなんかすごい悲壮感が、なんかかわいそうに見えちゃったな。音楽と相まってすごい悲壮感漂ってたね。なんかかわいそうだった。遊んでほしかったのかな。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。